い、ということですね、今回ですね2本目の撮影なんですけども、1本目がですねものすごい酒に合うものを作ってしまったので、そこそこ来てます。はい、皆さんね、これ知ってるかどうか、知ってる方知ってるんですけど、あの純レバ、僕ねレバー料理好きで、純レバっていうメニューが浅草の菜園っていうお店にあったんですけど、ご当地メニューなんですけども、それがですね本当に美味しいんですね。今回はこのねプリプリのね鶏のレバー使いましてですね、純レバ丼っていうのを作っていこうと思います。あの純レバもあるし純レバ丼もあるんですけども、今回はちょっと丼にしてがっつりと食べれるですね、男子大歓喜みたいなね、その純レバ丼を僕がベロベロにならないうちに作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあですね材料説明いってみたいと思います。まずですねこれですね、一番大事なレバーです。はい、鶏のレバーと、あ、この初付きですね。まあスーパーにもよるんですけども、基本的にこの初をつけて売ってると思うんですが、これが 150g。 あと、砂肝、これねなくてもいいんですが、レバーに換算してもらってもいいんですけども、あった方がコリコリした食感が出て非常に美味しい純レバーになります。だからあの砂肝あったで入れてください。これが 40-45g なので、まあ計 200g ぐらいのレバーを使います。あと こちらですね、長ネギ、これ半本、2分の1本使います。あとニンニクが 5g、生姜が 5g、以上の食材でやっていきます。はい、ということでやっていきたいと思います。まずですね、純レバ丼っていうのはネギをね上に乗せるんですけども、ものすごい量のネギですね。でこいつをですね、長ネギをまず半分に割っていきます。こんな感じで斜めに切っていきます。白髪ネギにしてもいいんですけども、白髪ネギにするとあの青い部分が無駄になっちゃうので、僕はねこういう切り方一番簡単だと思います。全部細切りにしてください。でちょっとこのままだと辛みが強いので、水に浸しておきます。こんな感じでネギを入れてですね、水にさらしておくと辛みが抜けますので、この辛み抜きは最初に仕込んでおいてください。あの出来上がる頃には辛みが抜けてるんでね、これ水入れていきます。こんな状態で水にさらしておく。そうしましたらニンニク生姜です。今日はね至高の純レバみたいな感じになりますので、この2つは生を使ってください。できればね、なければチューブでもいいんですけども、味は多分違ってきます。ちょっとね真面目すぎになってしまったので、僕自身が至高にならないと至高のレシピ作れないので、僕自身が至高になってそしてここで至高になってきます。じゃあまず生姜、生姜は皮ごとすりおろして大丈夫です。あの皮の部分のがね香りが強いんですよ。皮はねつけていいです。ニンニクです。ニンニクは最初におろしておいてもいいんですけども、手早く次の作業に移ってください。あまり空気に触れるとですね緑色に変色しちゃうので、はい、こんな感じですね。レバーの、下ごしらえします。まず、砂肝です。まあこう切ってですね、銀皮はつけといていいです。あの食感になりますね、これで。できるだけ細かめにしてください。砂肝の食感すごく大事なので、細かめにしてください。これで真ん中で切って、あと心臓ですね、はい、心臓の部分、よくあるホルモンの下処理、ハツの下処理だとここね切って、ここ捨てちゃうんですけども、ここ美味しいので、はい、これね焼き鳥屋さんだと初元っていうんですよね。でここ焼くとすごく美味しいのでこれ使います。で、まあこれぐらいの大きさですかね、こんな感じですね、はい、次はレバーです。なんかこういう脂肪とかを取ってくださいっていうようなレシピもあるんですけど、僕は取らないです。あの美味しいのでここらへん、こんな感じですね、はい、ほんと小さめのこれぐらい、1cm、1.5 cm 角ぐらいですかね、だいたいすべてこれぐらいの切り方にしていきます、はい、じゃあ これでハツとレバーができましたね。こっからなんですけど、今ね僕ねちょっと迷ってます。レバーたちを血抜きするのかどうか迷ってます。正直僕あのレバーって血抜きしないでいいと思ってるんですね。なぜかというと今のレバーは血があっても全然臭みないからです。ただ気持ち悪いっていう方もいらっしゃるんで、一応レバーの血の抜き方を今教えておきます。で血抜きするのはハツとレバーだけで大丈夫です。
このね、あの血のね、こういう塊が嫌だっていう、あのそれ気持ちわかります。はい、まずですね、水を入れるんですよ。水を入れてちょっとね揉んでいくんですよね。そうするとですね、特にこのね、ハツなんです。ハツって心臓なので、こういうとこに血がねあるんですよ。これを揉みながらしごき出していくんですね。でそうするとこの汁がね濁ってくるんですよ。でこれをね何回も繰り返す。でもう一回、これまだ濁ってるじゃないですか。これ揉んでって、あのよく牛乳を浸すっていうやり方があるんですけども、牛乳じゃなくていいです。水で全然匂い落ちますから、牛乳は飲みましょう。もったいないから。あんまりやりすぎても味が抜けてしまうので、3、4回ですね。これ3回目です。見るとわかるんですけど、全然ね濁りがね収まんないんですよ。なので適度なところでやめてください。これ4回ぐらい洗ったもんですね。水を捨てるときにレバーの血の塊はですね、結構ね抜けちゃうんですね。であんまり洗いすぎちゃうと肉の旨味も抜けちゃうので、これぐらいでいいです。よーく水気を絞っておいてください。これで血抜き完了です。はい、これで大丈夫です。レバーの臭み抜きってどちらかというと血を洗う作業よりは火の通し方です。レバーって、ね、火を通しすぎると臭みが発生するんですね。なので火を通しすぎない、これが一番重要になります。でこれはこれからやっていきます。でですね、本来は中華鍋とかの方が良かったりもするんですけど、ご家庭に中華鍋ないと思いますんで、今回はこれでやります。サラダ油ですね、結構引いちゃってください。これだと大さじ3ぐらいかな。ここにザル用意してますね。まずは僕のレシピの中でかなり面倒さいんですけども、本気なので。これ何をやるかっていうと、油通しっていうのをしていきます。最初にレバーをさっと高温で油通しして、レバーに最初に火を通していくんですね。でここでレバーの炒め具合をもう決めちゃいます。さっきまで強火でした。今ね、あの弱中火ぐらいで、レバーはよーく水気切ってるというか、ね、くださいね。あの跳ねますんで、はい、どれぐらい跳ねるかというと、これ見てもらうと分かると思います。さっきのレバー入れてからで、さっと炒めて、はい、さっとです。でね、もうね、色が全体色が変わったぐらいいい。そしたらレバーの水気はきっとですよ、僕めんどくさいんでやらなかったんですけども、最初ちょっと跳ねましたよね。キッチンペーパーとかでね、よくね水気を切っといた方が安全です。でこれで、いい感じに、火が通りました。油拭きましょう。でもうね、これすぐねできちゃいますので、ご飯温めてください。僕はね、佐藤のここまで真剣にやってて佐藤のご飯書いてたんですけど、で、ここにですねごま油です。大体大さじ1、はい、これぐらいですね。ここはですね、もう合わせ調味料作ってます。おろしニンニクと生姜ありますね。これ合わせておきます。はい、醤油が大さじ1です。あ、そう、ちょっと大さじ2だった。はい、醤油大さじ2、みりんが大さじ1です。お砂糖大さじ1、あのこれ一番重要なんで。はい、味の素です。1、2、3振り、これ絶対入れてください。店の味にならない、これがないと。合わせておきます。これで油温めて、でその間にネギがもうね20分ぐらい経ったので、おネギはこうやって水気を絞っていきます。水気があるとね、あのタレの味薄まっちゃいますからね。まあこれはこれぐらい。ご飯持っておきます。ちょっと横に、ここに、さっきのレバー入れていきます。これね、はい、で炒めたらぶち込んでいきます。あとはさっと絡める。あんまりね、レバーに火が入ったら美味しくないので、ほんとサッとです。そうしましたら、こっちにいきます。ネギです。ネギはほんとたっぷりかけてます。最後に好みですが、一味唐辛子、こちらで至高の純レバーの完成でございます。はい、ではですね、できました。早速食べていきたいと思います。いただきます。これね、僕大好物なんですよ。いただきます。これはうなるわ。久々に食べたけど、もう半端ない、うまさ。もうほんと大好き、これ。最初ね、めんどくさい油通ししたじゃないですか。あれでザルに一回揚げていくことで、中までじんわり火を通してるんですね。
で、あとはさっと炒めてタレと和えるだけだったので、もうね、レバーがめっちゃ柔らかいんです。レバーが好きな人だったら絶対につけて、これほんとうまい。これ大好きなんですこれ。でも作り方がめんどくさかったから Twitter とかではあんまり押してなかったんですけども、ほんのうまいです。でね、時折混じるつなぎもの食感がまあいいですね。コリッとなるね。とにかくもうご飯だけど酒ギョンギョン飲めます。もうタレがね、やばい。うん、僕が死ぬ前に食べたい料理ベスト3の中でこれ入りますね。ポイントはレバーの火の通し方、血抜きもやった方がいいかもしれないですね。癖が全然ないので、おろし生姜とおろしニンニクが入ってるっていうのももちろんあるんですけども、全くレバーのやらせが違う。マジでうまいです。レバーがお嫌いじゃない方もぜひやってみてください。あの、材料的にはスーパーで全部揃えますので、ぜひぜひこちらやってみてください。僕らはきっと待ってる水の良い日々を、桜舞い散るその、もう忘れちゃった。頑張れる。あ、ここまで行くとね、モノマネするとこないんだよね。だから A メロだけ。いや、もう一回行く、もう一回行く、もう一回。僕らはきっと戻る。ここもう一段階モノマネできるとこあるんだけど、歌詞忘れちゃったんだよね。